はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥーダイ、今日はフェラルフォードの予定です。でね、ちょっと今急いで作らないといけないもんがあるんですよ。私はどこに作ろう。これ前回面白いの判明しちゃって、これで間違って本当に地上に出ちゃったら笑うしかないけどね。ここにね、これもう1個までか。あ、もう受け、よしこれでここに入ると、なんと、えダメじゃん。ちょっとこれダメだ。あ、フェラルフォード始まった。フェラルフォード始まっちゃった。しかも見事にアンディテクトっていう、ちょっと待って、嘘や、地上見えないじゃんこれじゃ。あ、ワシャワシャしてるね。ワシャワシャしてるよ。ちょっと待って、俺ここにいるからね。みんな、あれ貫通しないねこれね。ちょっとみんな俺ここだよ。ちょっとダメだ、フェラルが来ねえ。これはまずい、これはまずい、フェラルが来ない。お願い、俺ここにいるからみんな来て。フェラル、こいつはまずい。うわー、びっくりした。あー、お前びっくりした、お前マジびっくりしたわ。よう頑張ってらっしゃる。第一被害者です。お前殴るの早くね、めっちゃ速くね、こいつ殴るペース。いけ。そうか、俺よく考えたらさ、ゾンビってさ、ドア狙うんすよね。こいつは俺やってはいけない構成にしてしまったかもしんない。フェラル、おい、フェラル、しまったな。俺フェラルスタートするタイミングで俺これの真下にいるべきだったのかもしれない。どうしようか、覗き穴作ってみましょうか。てかこれをちゃんと完成させればいいんだよね。よし、ハッチを作って、よし、これでいい。よっしゃ、見えない、ダメやん、全然見えないやん。だってこっちで作る、こっちで作ればさっきと同じ状況を作り出せる。まず2個ありますね、2個あります。でこれぐらいだっけ。なんすかこれ、穴開いてるんすけど。あ、そうだね、穴開いてるね、ごめんね。もう一個、これでいいかな。よし、これでいこう。ハッチ、ちょっとやってみてしまう。よししゃがんだまま入っちゃった。ん？なんかこれおかしいよね。おかしい。おお、来たぞ。いらっしゃい。待ってね。ちょっと俺今地上を見るために必死だから。どうかな。
お、見えるんじゃない？見えない。もうちょっと頑張るか。わかった。これをやって、入って、ダメだな、掘れないな、掘れないわ。オッケー、オッケー。これいいんじゃない？これはやばいよ。どう？どう？どう？ダメ？これダメですね。これダメです。ボツ。これ意外と死なないね、あいつ。しかもドア叩いてたね、相変わらず。相変わらずドア叩いてたね。めっちゃハンマー出てきた。素晴らしい。ハンマーで死ねしとこうかな。食らってなくね？あれ、今なんかめっちゃ食らってるのあったくね？どれだ？どれだ？ちょっとね、今回分かったことがありまして、深くに作りすぎた。これ間違いない。深くに作りすぎた。ゾンビさんが見つけてくれないわ、俺のことを。だからといって地上に迎えに行く勇気はない。何これ？プレストユーズ。修理できないの？え、嘘？キャンプファイヤーって修理できないんですかね？そうなの？できないかも。あ、ちょ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 ち
ちょっとどうしよう。迎えに行くか。迎えに行ってさ、やられたら困るけど。もう一回、もう一トライぐらいしていい。あれ？何今の？どこで死んだん？こいつ。いや、もう一トライぐらいしたいよね。ちょっとダメじゃん。ダメか。地上を覗くという。さっきどうやったんだろうこれ。よし、で、で、8、8、8。これでいけねえな。いけねえ。強化してみるか、あれ。よし。ダメだ、見えない。残念。あそこうまくいったのにね。ダメだね。どうしよう。ベラルホードが降ってこない。迎えに行くか。仕方ない。あれ、ちょっと迎えに行ったら落ち始めたら。ちょこんなとこで鳴らなくていいから。何お一人様。しかもドアばっかり攻撃してるわ。ダメだわこれ。はい、ありがとうございました。上行こっか。俺の予想だとラダーつけたらね、ゾンビ降ってくるんだよ。これで行くかも。あ、これでいいじゃん。これで見えんじゃねえの。見えない。見える。
ゾンビが見えないね。オッケー、よし行こう。どうせなんか屋上、あれ、お、動いてる、大丈夫、なんか俺これ引っかかって、あ、大丈夫だったね。入れねえし、ちょっと待って、8作ろう、あれ、ここじゃなくね、ここだな、届く、よし、もう一個まで、もう一個までつけときましょうよ。よいしょ、違う、あ、うわ、おいで、これだよ、なんていうフェラルの日にのんびり遊びすぎだろ。うう、またか、よく骨折しないよこの高さ。ないか。よし来た。で？でだ。ああ、いた。仕方ねえな。足折れたし。嫌な予感したんだ今。ヘラルヘラル、待っててくれてるけどちょいと場所が違うよね。見て見て、みんなあっちに書きつけてるよ。お、ちょっと待った。よし。気づかれた？ナイフ持ってねえし俺。作るのめんどくさい。あ。待って待って待って、俺面白いこと考えた。石って投げれるよね。ちょっと気づかんくてもいいだろ、お前。お前。よしよしよし。よし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 。ちょっと近い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 。ジャンプシュート、ジャンプシュート、ちょっと普通に走ってきてん俺、ギャー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 、お、いいね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 、今のお兄さんたちいいよ。ちょっと待って、ちょっと待って、うわー、ふいーふいーふいー、あ、ちょっともう、なんで夜の間にやりたかったのこれ。ちょっと待って、あ、降りてったわ。ラダーをつけたら俺落ちるんじゃないかと思うわけですよ、ね、なんでラダーをつけてみましょう。あ、そこじゃねえ、その向きじゃない、落ちてた、あれ、意外と意外といいんじゃねこれ、それそれ想定外ですけど、あ、うわ、うわ、うわ、お、びっくり、想定外ですけどそれいいと思います、すごくすごくいいと思います。ちょ、あー、そうじゃない、そうじゃないんだ、あ、普通にあいつ歩いてね、はしごの上、あいつあいつはしごに引っかかって帰ってきたな、ダメだなはしご、下どうなってるんだろうね、
プッシュしたいこいつら押すな押すなって押したい。下どうなってんだろう。うわ見たいけどこれ落ちるわ俺見に行ったら。よしじゃあ様子見に行こうか下に。結構落としたもんね。きっと頑張ってると思うゾンビたちは。ガシャンガシャン聞こえるし。とりあえず分かったことは、深く作りすぎたらいくらフェラルの火でも判定されないっていうことだね。深さ20メートルまで見えますって前言ってたんだよ。それはフェラルでも20メートルだったんだね。フェラルだったら俺無限に見えるのかとちょっと期待してたんだけど、そうじゃなかったらしいです。皆さん調子はいかが？おお素晴らしい素晴らしい。こんなん使わんでいいよね。つか白ゾンビとか来ないね。あれかな、100日超えたら一周しちゃうのかもね。確かなんかそういうこともあったよね。このスパイク式は結構いいと思います。というかなんていうのこの自己消滅式、これはね結構いい方法だと思います。ぜひ真似してくださいぜひ真似してください。これ火つけようと思えば火つけられるからね。さらに本気のフェラルやりたい時はこれ火つければいいから。いやフェラルホードしょぼかったね。というか俺がうまく引き込めなかったのが一番の原因だと思います。あやべハマった。あやっべこれハマった。えこんなことってあんの。ハマった。これまずいね。これまずいよ。ジャンプもできねえし。お見た今超瞬間移動した。今のは危ないですね。ブロック回収できたからよかったけど、このフレームでフレームじゃなかったら今回収できてなかったんで危険ですね。これはつまりどういうことかというと、ここはやっぱりブロックの方がいいかもしれない。この間はその方が安全に作れるかも。あう、この高さで足痛いか。ここもねちゃんとしたなんか小屋にしたいね。こっちに仕切り入れてこっちがなんか部屋にしちゃうか。完全ななんか準備小屋みたいな。でもここまずフェラル食ってこないからダメだね。その時点でボツですね。ここは構想は良かった、構想は良かったけどここじゃないボツだ。うん。なんかフェラルだったのかなんかよくわかんない動画にしてたね。あこれいいじゃん。あこれ懐かしい。俺昔やったよねこれ。どこだっけ、コーン畑の家かな。コーン畑の家の上に住んでた時に下からもアクセスできる俺作ってたよね。これいいじゃん。これをフェラルの回収の周りに置いて順番に適当にポンポンポン埋めていけば、こっからね埋めてって、でフェラル終わったらこっち回収してなんか処分してっていうルーチンできるね。あやべえハマった。あ大丈夫帰ってこれてよかった。でも分かったのは処理槽にドアはいらないっていうことが分かりました。これは
これはゴミだ。まず何よりも俺が入れない俺が入れないし、ゾンビここ狙ってくるし、あえて扉でおびきを出すっていうのはありかもね。例えば処理槽ここからここに落ちてくるじゃないですか。落ちてきてこっからちょっと先にまで処理槽を用意して、そこにゾンビを引っ張り出すためにこの扉を置くっていうのはありかもしれない。そしたらこっちにゾンビが詰まらなくて済むからサクサクっといけるかもね。何がいくのか知らないけど、うまく歩いてダメージ食らって、でこの下のこいつらのダメージも分散できるから、その分長持ちしてくれるかも。その代わり修理する部分は増えるんで、その点はちょっと注意が必要かな。あ、木まで来てたね。あ、これ結構きついんだねこれ。そっか、こんなにダメージ入るんだ。これもちょっと想像以上にダメージ入ってますね私も。これを維持するためにも結構な鉄が必要になると思います。つまり警察官に犠牲になってもらわないと。警察官は銃とか落とすんで、それを分解すればね作れます。というわけでこれは今回ここら辺で終わりかな。ちょっとコメントいただいてたあれが間に合わなかったのが、遊んでたから俺が上でなんか落ちてくるの見つつ敵をおびき出すところを作った方がいいよみたいなことを言ってくれた人がいたんですけど、ちょっとねハッチの思いつきがあったんで、それちょっと試してたら間に合わなかったよ。なんでまあ次はね、まあこれで動くっていうのが分かったんで、ちょっと鉄を掘ってどっかで、ね、鉄だよね、鉄を掘ってフレームと石も掘って、もう材料を持っていっちゃう？ちょっとね、このままじゃつまんないから一回ね、00に進出したいです、私。今だったら00いけんじゃん。あれ？これ00じゃなくね？ 00 ってどこ？ N が？N が下。ここだね、0。あ、00ってなくなったんでしたっけ？そういえば。いいじゃねえよ。00ってなくなったんだっけ？もしかして。あ、これが00？ あ、これが00だった。オッケー。じゃあ、こっちかな。こっち進出してみようか、どうするか迷ってるんで。あ、前回の動画で言うべきだったな、それは。今回のこれ12時だ。12時ってことは、2本進んじゃうから、次の2本は多分、資源集めつつ、構想を練りつつ、やります。で、その次に、00に行くべきかどうか、よかったらコメントください。ちょっとね、これの、スペシャルなやつを、作ろうと思います。00に。しかも、超短時間で作るのを、目的っつうか、まあ、計画しているんでね。もしそれを見てみたいという人がいたら、コメントください。それとも、こっちを、もっとなんか、いろいろ、拡張して試してみてよっていう人がいたらそれもいいと思います。もっと面白いアイディアがあったらそれをやってみたいと思いますんで、よろしかったらコメントください。というわけでね、これは生き延びる意味では成功だけど、フェラルホードを迎える意味ではボツです。深すぎました。というわけで今回のこの動画もご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録もしていってください。こんな感じでいろいろやっていきたいと思いますので、よろしかったら見ててください。で、動画の下の説明欄にプレイリストあるんで、暇な方がいたら見てくれたら嬉しいです。というわけでご視聴ありがとうございました。セシカでした。